べ頃サイズだね。エビフライ。うん、おいしい。私の名前はアカーネン。私はサイコパスだから人間のことがよくわからなくて、人間を知るために旅をしている。この馬車にはタダで乗せてもらった。私が知っている一番強い魔法でこの馬車ごとコッパミジンにされたい。そう言うと、みんな必ずタダで乗せてくれる。とても素敵な言葉、まるで魔法みたい。ここでいいよ。振り返らずにさっさと消えてね。あとこのことを誰かに話したらあなたの村ごと吹き飛ばすから。あ、はい。行け。お助け。こう言うと人間はみんな怯えて誰にも話さない。とても素敵な言葉、まるで魔法みたい。やっぱり、まだあった。私はかつて、4人の仲間たちと魔王を倒すための旅をした。今はもうないけど、ここには小さな町があった。そしてここは、旅の途中で私たちが立ち寄った町の一つだった。ようこそ勇者ご一行の皆様。わしは蝶々のルドルフ。これといった特産物も何もないフェルワ岳が取り柄の町ですか。どうぞごゆっくりしていってください。村長。町長です。一つ頼みがあるんだけどいいかな。勇者様の頼みとあらば、我々も聞かないわけには参りません。何でも何なりと申し付けください。そうか、じゃあ俺の銅像立てちゃわない。この人は勇者高める。自分のことが大好きで、立ち寄った村には必ず自分の銅像を建てさせる。建てよう、俺の銅像。いえ、あの。まあまあ、高める様、その話は後ででいいじゃないですか。すみません、村長様。町長です。この方は頭がちょっと割れなので。ああ、そうなんですか。ところで村長様、町長です。私も一つ、お伺いしたいことがあるのですか。ええ、何でも何なりと申し付けください。この村には町です。 SM クラブはありますか。この人は僧侶のド M。 自分を痛めつけるのが好きな変わり者。顔がないのは昔とんでもない禁忌を犯してしまい、顔を取られてしまったためらしい。 SM クラブですか。ええ、神に誓ってやましい気持ちなどありません。はあ。もう、みんな村長さんを困らせたらダメだよ。もう村長でいいです。この子は青い、私の弟子の見習い魔法使い。私は人を殺す魔法が得意だけど、この子は回復魔法が得意。すみません村長さん。ええ、構いませんよ。では早速宿にご案内いたしますので。あ、それなら宿のお部屋はアカーネン様と一緒にしてください。そうですか。そうしましたら、お二人の部屋にはベッドを二つご用意いたしますね。いえ、一つの部屋で一つのベッドでいいですよ。いえいえ、そんなにご遠慮なさらずに。それに一つのベッドでは狭くて、とても二人では寝れませんよ。そうですか。それじゃあ一つの部屋で一つのベッドでお願いします。この子は私と一緒じゃないと眠れないらしい。理由は聞いても教えてくれない。そうですか。そうしましたら、そのように手配いたしますので。村長さん。うん。僕も聞きたいことがあるのだ。この子はズンライムスさん。旅の途中で拾ったペット。この村にはズンダ餅はあるのだ。ありませんな。美味しいのだ。みんなも早く食べるのだ。美味しいものはみんなで共有するのだ。ズンダームシさん、ゆっくり食べないとダメだよ。そうですよ、ズンダームシ様。そんなに早く食べなくてもパンは逃げ出したりしませんからね。ははは。高める。ん？高める技。
どうしていつも自分の銅像を作らせるの？それは僕のかっこよさを後世に残すためさ。ははは、さすがは高めるさんですね。そうだろう。自分の銅像を壊されるときってまるで自分が壊されてるみたいで案外興奮しますからね。それだと後世に残らないじゃん。ふーん、そんな理由なんだ。君はサイコパスだから僕たちよりもずっと長く生きる。それこそここにいる誰よりもね。だから一番の理由は君が未来でも寂しくならないようにかな。ふーん、やっぱり人間ってよくわからないや。ははは、いつかきっと君にもわかる日が来るさ。そうかな。そうさ、君はそういうやつだからね。一緒に旅をしている間はあの言葉の意味が理解できなかったけど、今頃になってその言葉の意味が少しだけわかった気がするよ。ありがとう、タカメル。ありがとうございました。金属不足の今、銅はとても高く売れる。ちょうど懐が寂しかったところだったんだ。本当に助かったよ。ありがとう、タカメル。